欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は4月6日日曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日でね、春休みも終わりということでね、欧州館受験生の皆さんそれぞれね、春季講習をやったりとか、まあいろいろやってた方多いと思うんですけれども、勉強時間どのくらい取れましたか。頑張ってね、成果出せたかなというところでね、まあね、春休みっていうのはね、一番気が抜ける時であり、1年間で言うとね、まあ正直先生たちもね、この春休みっていうのはね、2月にね、まあみんな受験終わったばっかりでね、まだ夏休みほど冬休みほどね、我々も温まってないところあるんですけれどもね、でもね、一応欧州館の7時間っていうね、勉強ノルマっていうのをね、塾生諸君に貸してまして、朝10時からね、夜9時半まで、頑張ってね、やってる中で、7時間はね、1日ね、授業時間も入れてやってくださいよっていうね、ノルマを課してたんですけれども、まあ多くの子がね、その7時間っていうのをね、達成できたということでね、今日帰ってきましたんでね、でまあ明日から新学期なんで、新5年生の子たちはね、特に、まあ明日ね、学校が始まって新5年生の一発目ということで、そこから通知表、報告書がね、カウントされていきます。ですので明日からね、欧州館受験はもう始まってるんだという意識でね、明日学校にね、緊張感を持ってね、この週刊ノア TV 見てくれているね、欧州館受験生すべてのね、新5年生の子たちはね、ちょっと気持ちをね、入れ直して頑張ってほしいなと、学校生活も思います。あと6年生の諸君はね、もう受験まであと9ヶ月ぐらいしかないので、まあ、9ヶ月、10ヶ月しかないので、一日一日をね、大切にやっていってほしいなと思うんですね。悔いない受験勉強を1年間にしてほしいなと思っております。でね、今日はね、まあ一つね、実はね、お便りっていうかな、あのメールをね、相談のメールをいただいたんで、それは後でね、ちょっとお話しするにしてもね、それに関連してね、復習の仕方っていうものをね、もう一度ね、ちょっとね、確認をしてみようかなと思います。まあね、あの欧州館ノアでね、やっぱね、一番最初にこの教材使ってるんですね。理系テキストの FS とかね、文系 FS、理系 FS っていうのがあるんだけど、特に復習が必要なのは理系の FS なんですね。あと欧州館ノアでは欧州館の起きたりで予習シリーズ、私立受験のね、これを使ってます。予習シリーズをね、で、この2つそれぞれね、復習の仕方によってね、ずいぶん結果が変わってくるので、復習の仕方をね、まあ塾生諸君にはもうね、口を酸っぱく言っているんだけれども、もう一度ね、この動画でね、確認をしてみたいと思います。まず、まあ理系の F に関してなんですけれども、これね、欧州館ノアの塾生はね、書き込みをね、かなりしてると思うんですね。で、これをね、問題をまあね、こういうノートとかでね、隠して、解き方の解法をね、もう一度よく確認してください。で、もうこれは大丈夫だなと思う問題はもう大きく丸しとけばいいと思います。で、間違えてしまったり、答えを見て分かったような問題に関しては、あるいは合っててもね、ちょっと考え違いとかね、深いところまで納得できてないところに関しては三角とかね、なんか一言コメントを書いておいてください。それで、またね、最後までバーンといったら、またその完璧丸がついてないところをもう一度何度も繰り返してください。最低1日ね、1章、できれば2、3章進ませてほしいなと思います。例題をやって、確認問題があるから、確認問題やって、練習問題やって、で、分かんなければね、欧州館ノアの塾生であればね、タブレットでね、復習ができるような仕組みにしてるので、この理系 FS 新井先生がね、解説してくれてる動画があるよね。それを使って、確認をしてください。で、もしね、欧州館ノアの塾生じゃない子はね、まあ、通塾している塾の先生とかにね、質問をね、どんどんした方がいいと思いますよ。で、理想としてはこの FS のね、理系の問題っていうのは、もう見た瞬間に答えが分かるぐらいまで、解き方の解法を確認しておいてください。で、理科の問題があるでしょ、途中で。理科の問題は考えても結構分かんなかったりするので、
それはね、欧州観音の塾生はね、もう答え見ちゃっていいですって言ってるんですよ、理科に関しては。で、算数の分野は見ちゃダメですよ。理科のところはもう知識なんでね、考えてもわからないんでね。ただ、論理的なところ、物理分野、科学分野みたいなところはね、論理的なところなので、そこのね、理屈をね、よく確認をしておいてください。で、授業でね、あんまり理科分野ってやってないので、欧州観音ではね、その分算数系の方に時間をかけているので、タブレットの方でね、動画が入ってるから、それをよく見ておくこと。で、S に入るとね、ちょっとレベルが上がってきます。レベルが上がってくるんですけれども、F と同様にね、この算数分野の方は、問題を見た瞬間にできるぐらいまで、何遍も繰り返す。まず、もうほとんどの子がね、今ね、このに、まあ、大体欧州観音はこの、ね、理系の FS ってね、1ヶ月から1ヶ月半で1冊終わらせてるんですね。授業プラス毎日自習しますからね。で、もうほとんどの子が理系 S って終わっちゃってると思うんですけれども、あるいは多塾に行ってる子だとこの理系 S ってまだ第5、6回だったりする子もいるかもしれないけどね、まあ本当にそれのスピードでいいのかっていう不安もあるんですけれども、まあ普通は、普通っていうか、まあ欧州観音の子はまあ FS 終わって、その次にね、過去問集ね、もう前期テキスト後期テキストっていうのがプレイバイスタディっていうのがあってね、こんな分厚い銀本ってあるでしょう、あれの短縮版みたいなのをやってるんですね、前期テキスト後期テキスト。で、まずこの FS をね、もう遅くとも7月までに S まで完璧に問題を見た瞬間にできるぐらいまででね、着眼点をね、養ってほしいんですよ。この問題を見た時にどういう風なところに目をつければいいのかなと、問題文に線を引くっていうのも当たり前ですけど、そういうことをやってほしい。プラス予習シリーズ、欧州観音を鍛えるでは今年はね、予習シリーズを入れてるんですけども、特にこの算数、まあ、6年生でもね、私立受験をしてない子がね、欧州観音は結構多いので、でもね、将来的にもしかしたら併願する可能性もあるし、あとね、シリーズのね、予習シリーズの算数はね、5年の上下ってね、非常にね、両門揃いで、このぐらいのね、レベルの問題っていうのは欧州間受験には必要なんだよね。ましてや今私立受験生がかなり参入してきてるので、そういうことね、理系の分野、算数分野を五分戦うためにも予習シリーズのね、算数っていうのはね、まあ、必須だと思うんですね、合格の可能性を高めていくために。で、私立受験だとさ、まあ、〇〇算ってなんとか算っていうのが多いわけですよ。このパターンものなんだよね。で、そのね、パターンものを最低限ね、早く速習で覚えてほしい。で、これはね、必修例題っていうのがあるんですけど、予習シリーズ。これを、ノア式予習シリーズ学習法っていうのをね、今提唱してまして、こういうね、紙を書いてね、やり方を全部ね、日割りで書かせてるんですね。で、これを埋めていってほしいなと。で、この通りにやってほしいんですけども、まあ、必修例題、これをね、どんどん解いていく。応用例題をひとまず飛ばしてください。で、基本問題は宿題にいつもしてるんだよね。で、練習問題は、まだひとまずはやらなくてもいいと。3段階に分けてるんだけどね、ノア式予習シリーズ学習法っていうのをね。まず第1段階目は、必修例題と基本問題のみを、総合外を飛ばして、全20回までやってくださいということで、今大体ほとんどの子が1ヶ月でね、予習シリーズ算数も終えました。今、手に入ってる子が多いと思うんだけどね。でね、まあ、塾生にはこれ配ってるんですけれども、これ何かっていうとね、予習シリーズ確認テストっていうのをね、4月より実施します。第2、第4土曜日、日曜日。第2、第4の土日にやってます。都立大学教室は土曜日。蒲田教室は日曜日にやるんですけれども、第2、第4の土日にね、欧州観音を鍛えるで導入している予習シリーズ確認テスト。これね、必修例題と基本問題。同じ問題出します。予習シリーズの中からピックアップして。で、回答のね、解放、途中式を書くところがかなり大きいので、ただ答え暗記していてもダメです。途中式をちゃんと書いてください。これを60分一本勝負でね、やりますので、4時から7時まで、4時から5時までが一発目。で、2時間目っていうのも一応用意してて、これ5時10分から6時10分。これ2時間目なんですね。またその時間に60分一本勝負があるわけですよ。で、5年の上に関してなんですけれども、前半と後半っていうのに問題を分けてて、予習シリーズ算数5年の上って全20回あるんですよ。そのうちの
前半第1回から第10回までの基本例題と必修例題、基本問題と必修例題、これの同一の問題を出します。で、後半戦っていうのは第11回から第20回の5年の上の後半、が出ると。これも必修例題と基本問題、同じ問題を出しますと。ちゃんとね、解放途中式まで書いてください。これね、60分で約20題出題するんですけれども、1個3分以内でね、やってもらわなきゃいけないっていう非常にハードな試験。これをね、10分途中休憩入れて、60分1本勝負が2試合、これをね、2週間に一遍やっていきますので、これでクリアするとね、合格得点があるんですよね。まあ、これはもうね、お知らせしてるんで、塾生にはね、まあこれをやっとください。合格得点もね、出してますんでね、合格した方が得です。でね、やっぱりね、この確認テスト、今年ね、パーシモンホール勉強会っていうのを週間のはやってて、次5月6日のね、朝10時半からなんですけれども、これは理系の FS、あと前期後期、文系の FS も含めてね、あとね、的中作文っていうのね、やってて、まあ1ヶ月半に一度ぐらいパーシモンホールで、今まで1ヶ月半ぐらいの勉強したことの確認テストをね、やるわけです。で、5月6日ね、次あるんでね、やっぱりね、なんで今年はね、確認テストがやたら多いのかというと、やっぱりね、分かるとできるは違うということをね、認識しておいてほしいわけで、復習が一番得だよっていうことなんですよ。分かっててもね、解けないんだよね、結構問題やってみると。あとは予習ではなくて復習重点主義なんですよ。まあ文系は予習してください。でもっていうのも、グラフ資料の読み取りとかでしょ、このグラフってこういうところポイントだよってもう言われちゃったら、あまりもう目の付けどころが養われないから、文系はね、どっちかっていうとね、復習はね、少なめでもいいんですよ。ただその初見の問題に当たった時に着眼点とか、大きいところから小さいところに見ていく、全体から部分へとかっていうのをね、ちゃんとグラフ資料の見方が分かってくれて、あとはね、大体みんな頭の中では分かってるんだよね、理由とか特徴とかっていうものは。ただそれをね、文章に書くのが難しいということで、記述のパターンみたいなのがあるんでね、そこを、まあ、トレーニング、訓練をしといてほしいと。だから作文にも通ずるものがあるんですけどね、作文と文系の記述っていうのはすごく似てるので、そこのまとめ方でいいわけですよ。だからどっちかっていうと、同じ問題を文系は何回もやるっていうよりも、書き方の型訓練、これ今ね、欧州館のはね、徹底対策プリントっていうのをね、みんな個別でね、プリントのね、技術添削をして何遍も返してるんですけどね、今週が第6回目でね、やってるんだけれどもまあそこで訓練して養われていくのかなっていうところです。ただ理系に関しては知識も結構あるんでね、慣れっていうかね、解き方を知ってるか知らないかっていうのはかなり大きいので、予習シリーズの算数、FS 教材、あとは前期テキスト、後期テキストなんかでも出てくる理系の分野、そのあたりをね、かなりね、高いレベルまで身につけてほしいということで、復習がお得なんですよ。予習と復習だったら復習の方が楽なんだよね。授業とか予習はすごく疲れるわけですよ。でそこでエネルギー使い果たして復習をしないとなると点数にならないんだよね。復習の方がもう何度かやってる問題だから簡単なはずで、その割には頭にすごく残って定着して点数になるっていうことなんですよ。だから復習のね、上手な人っていうのはね、合格しやすいわけです。ですので、授業を受けて満足、予習して満足、宿題して満足ではなくて、復習して解き直しをして点数を上げる、で分かってるだけじゃなくてちゃんと解き直しをしてできるっていうことの確認をね、それをね、何回繰り返したかっていうことによって、皆さんもね、来年の春結果がいい方にね、転がるはずなので、復習の仕方じっくりね、やってみてください。そうだ、そのお便りね、メールをいただいたお便り、これね、練馬区の王さん、新6年生の女の子のお母さんからね、いただいてるね、メールね、いつものは TV 見ていますということでね、ありがとうございます。このね、FS を使ってる塾に今通ってるっていうことなんですね。で、過去問を見たんですけれども、FS に載っていないようなレベルの問題が、
欧州間の出題入試の過去問に出題されているようで FS だけやっていて合格できるのか非常に不安ですと。どうしたらいいんでしょうかというところのお悩みですね。 FS だけをやっていてる塾なんということですね。まあね、それに言っちゃうとどこの塾か分かると思うんですけど、まあ、大手さんの塾ですね。で大丈夫なんでしょうかということで、まあそこで大丈夫じゃないって僕もちょっと言いにくいんですけどね。まあ大塾間の方は FS はウォーミングアップ程度に捉えてるっていうことを言えば、あ FS だけで大丈夫なのかどうかっていうことは分かると思うんですけれども、まずねこの FS のねテキストっていうのはね、まあもう何年もね実は改訂されてないんですよね。でまあ何年改訂されてないかちょっとあれですけど、まあ少なくとももう5年ぐらいは改訂されてません、この FS のテキストに関しては。で欧州間って今すごく難しくなってて難関校になってきてるじゃないですか。で5年前の今もう欧州間の問題と今の欧州間の問題っていうと、もう問題のね質レベルが違うんですよね。そうすると5年前ぐらいだったらこの FS でもある程度は戦えたのかなと思うんですけれども、今ねこれだけやっててもねやっぱり厳しいと思う。だから予習シリーズなんかね入れてたりとか、前期テキスト後期テキストとかノア問題集とかねやったりしてるんですよ。だから FS はあくまでもウォーミングアップということなんですね。ただ FS を完璧にしておかないとその先はないのはもう間違いないんですよ。だからまあ、FS だけで大丈夫なんでしょうかって言ったら、まあ、それは受験なんで分かんないんですけどね、欧州間のでは大丈夫じゃないっていうことにしてるんですね。うん、大丈夫じゃないと思うんで、うん、ただまあこれを深く理解して、遅くとも7月までに S は全部当然終わらせて、もう問題を見た段階でパッと解法が思い浮かんで着眼点が分かる、そのぐらいのレベルに持っていかないと合格っていうのはね、なかなか10倍以上ある試験なんでね、欧州間っていうのはね、大変じゃないかなと思いますんで、まあそれがお答えです、この王さんに対して。だから早くね FS は終わりにした方がいいと思いますよ。欧州間の通信教室っていうのがありまして、これ FS のね完全解説動画をね、この動画のこの辺の上からね、いけるのかな、このねホットニュースっていうところからね、ホームページ見ていただいている方は入れると思いますので、欧州間の通信教室にね FS の完全解説動画がありますので、これを見て即中して FS は早く終わらせちゃった方がいいんじゃないのかなっていうのがおすすめです。で何回も見て解法の確認をしてください。欧州間のね通信教室、理系の FS あたりは非常におすすめです。ちょっと宣伝になっちゃったけどごめんなさいということね。まあ練馬区の王さん頑張りましょう。じゃあ欧州間目指してみんな頑張りましょう。